聖なるパイプの儀式を行うブラックフット族とハリー・イベン。後ろに見えるのはスウェットロッジ。聖なるパイプはアメリカ、カナダのインディアン部族が使う儀式の道具。部族によって呼び名は異なり、アメリカでは一般的にカルメットと呼ばれている。1741年に アラスカ沿岸でアレウト族と遭遇したベーリング探検隊は、ワシの羽をつけられた赤塗りの棒を進呈され、隊員の一人で歴史家のゲラルド・ミュラーは、仮嫁と思い起こしている。ニューネーデルラントと名付けた場所で白人がインディアンとパイプの儀式を行っている。アメリカインディアンは、大自然のすべてのことどもは、大いなる神秘のもとにあると考える。日常のすべてがこの、 大いなる神秘との対話であり、聖なる、パイプとタバコは、そのための大切な道具である。インディアンはパイプでタバコを吹かすことで、大いなる神秘と会話するのである。現在一般的に喫煙道具として使用されている、パイプは、このインディアンの儀式用道具から宗教的意味を、除いたものである。伝統派のインディアンは、毎朝、小座を書いて、東西南北に頭を下げ、 朝日に向かって、パイプを吹かし、大いなる神秘に感謝と祈りの言葉を唱える。インディアンの宇宙観では、大いなる神秘は、天井にあり、彼らは、あらゆる儀式で、タバコの葉を、大いなる神秘への神聖な捧げ物とする。パイプでタバコを吸う、という行為は、パイプから天井へ立ち上る煙を通じて、大いなる神秘と通信し、会話するということである。従って、 パイプは、インディアンの社会の中で、ありとあらゆる決め事、物事の節目に用いられる。儀式の前にはパイプを天に捧げ持って、誓いを立て、また和平交渉や取引の際には、この聖なるパイプが回しのみされる。天井の、大いなる神秘とパイプを通じて、誓いを立てるわけであるから、この時に交わした約束を破ることは、絶対に許されないことである。 インディアンたちにとってのパイプは、白人にとっての聖書と同じ意味合いを持っており、インディアンのメディスンマンは必ずパイプを傾向している。パイプは異部族間のパスポートであり、それ自身が和平の印である。19世紀の罠漁師、アレグザンダー・ロスは、パイプを吹かすということは重要な事柄に取りかかる、前の準備段階であって、この儀式が終わらないことには、 インディアン相手に仕事に取り掛かることはできないと語っている。インディアンたちは白人との取引について大いなる神秘と相談しているわけである。平原部族の風習では他人の妻と駆け落ちした男はパイプを州長に渡して妻を奪われた男のところへ行ってもらった。妻を奪われた男がパイプを吹かしたら双方に遺恨なしとの意思表示となるのである。意思でできた。 日皿、木製の柄で構成される。鹿の骨などを中空にしただけの簡単なものもある。古いものでは、粘土を焼いた角型のものも、氷害石から発掘されている。儀式用のパイプを作るのは、大変根気のいる仕事で、出来の良いパイプは、19世紀の時代には馬一頭や、バッファローの生皮の膝掛け数枚分の値打ちがあった。象眼を施した。 カトリナイトの日皿のパイプ最も美しいとされた日皿は赤い石を削ったものでこの石はミネソタ州の特定の場所からしか取れないこの採掘場は現在ではパイプストーンと呼ばれておりここでは一切の争いごとは許されない長らく白人たちの不法占領状態が続いたが1970年代以降インディアンの権利回復運動によって占有権が 変換され、現在では、数族とオジブワ族インディアンだけが、この赤い石、カトリナイトを採掘することができる。カトリナイトの日皿は、大平原地方全域で重要な交易物となって、使用された。赤い石は採掘直後は柔らかいので、日皿加工を専門にしている者たちがこれを小刀で削り、様々な形に加工し、模様を削り込んで、 特殊な水草で磨き上げ、バッファローの油で表面をコーティングする。失踪する馬やバッファローを、片切ったもの、トマホークを模したものも人気があった。加工が2連になったタイプは、2連の馬の背ボールと呼ばれ、負傷した仲間を馬の背に乗せて助けた戦士がこれを使っていたため、この名がついた。酋長や経意を集めた者には、美しい象眼を施したボールが贈られた。 特別な儀式に使うパイプには黒い陶石が使われた。サウスダコタには青いカトリナイトが採掘される場所もあり、青いヒザラも数族の間に見られた。チェロキー族や地下層族など、東部の部族は粘土を素焼きしたヒザラや、アパラチア山脈から取れる青い石を使った。コロラドのユテ族は赤いアラバスターを使う。数族のチャヌンパの柄の部分。長い柄の部分は、 西洋とネリコや箱柳、柳から作る。これらの木は芯が柔らかいので中身を書き出し中空にして柄に加工した。この柄の部分にも様々な装飾がしつらえられた。チェロキー族など頭部の部族は河原に生える硬い草の茎を使った。柄の衣装には様々なものがあり、螺旋状に加工されたものやノコギリ状になった柄もあった。 特別な儀式用のパイプには、色とりどりの美しいビーズ細工が施され、バッファローや馬の毛、ワシの羽根が祝えつけられる。インディアンの使うタバコの葉には、香りを良くするために、キハゼの葉、クマコケモモ、赤柳の樹皮などを細かくしたものが混ぜられる。パイプでくゆらせるタバコの葉は、野生のものも使われたが、タバコを栽培する部族もあり、重要な交易品となって、 部族を栄えさせた。現在でもニューヨーク州の色恋連邦などはタバコを部族の主観産業としている。タバコの種まきと収穫の際には収穫の祭りと儀式が取り行われ、大いなる神秘に祈りや踊りが捧げられる。これらのパイプの道具一式は移動時には鹿革の包みに入れて大切に保管される。火皿にタバコを詰める棒はビーズ細工が巻かれ。 バッファローや馬の毛の房がつけられる。インディアンの伝統家屋の中では、日本の神棚のように神座に、これらの道具を鎮座させ、そのための棚が作られる。エルベルグ、カムチャツカ発見とベーリング探検流銀社、1942年、P222。ありがとうございます。